日程第3、県政に対する一般質問を行います。順次発言を許します。まず、堀克重君の発言を許します。堀克重君。おはようございます。自由民主党の堀克重でございます。令和6年6月定例会にあたり、通告に基づきまして、私からの一般質問をさせていただきます。すでに類似した質問や答弁がなされておりますが、改めて答弁をいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは最初に人口減少対策についてお伺いします。我が国において全国的に人口は現在も変わらず減少の一途をたどっております。今までの私が行った本会議での一般質問において、少子化対策が人口減少対策の最優先課題となるものと考え、いくつかお聞きさせていただいてきたところであります。そこで今回も何点かお聞きしたいと思います。民間の経済人や研究者等の有識者らで構成する人口戦略会議では、2023年12月に国立社会保障人口問題研究所が発表した新たな日本の地域別将来推計人口に基づき、本年4月に人口から見た全国の地方自治体の持続可能性について分析を行った令和6年地方自治体持続可能性分析レポートを公表されたところであります。本レポートにおいて、本件については18自治体が消滅可能性自治体に分類されております。県では人口減少問題を県政の最重要課題とし、これまでさまざまな取り組みを進めてこられたところでありますが、本レポートの分析結果についてどのように受け止めておられるのか、知事の所見をお伺いします。厚生労働省が今年6月5日に発表した人口動態統計の概数によると、昨年全国で生まれた子どもの数は72万7277人と、過去最少を記録したところであり、本県では2023年の出生数は前年より816人少ない1万916人と、過去最少を13年連続で更新という状況であります。これまで人口減少対策として子育て支援に注力されてこられたところですが、出生数は年々減少しております。この現状をどのように受け止められておられるのか、認識をお伺いするとともに、今後の対策について知事の所見をお伺いいたします。人口減少対策としては、すでに子どもを持つ子育て世帯への支援もとても大切なことと認識しておりますが、その前段階として結婚への手厚い支援が最も重要ではないかと考えているところであります。本県では2016年10月に新潟出会いサポートセンターを設置し、会員制の個別マッチングシステムを使った結婚支援に取り組まれ、本年6月16日現在で230組が結婚されたようでありますが、この成果をどのように受け止められ、今後どのように取り組みを展開されていかれるお考えなのか、所見をお伺いします。近年、未婚化晩婚化が進んでいるようでありますが、全国の多くの自治体では独身者に出会いの場を提供するなど結婚支援事業が行われており、県内においても現在各地域で特色ある結婚支援が行われております。私の地元燕市では、未婚化晩婚化の解消につなげるため、2015年度よりつば婚でハッピー無限大プロジェクトの愛称で、結婚を希望する男性女性を対象として出会いに関するイベントの開催や情報提供を行う事業を実施しております。成果として2023年7月現在で140組の
カップルが誕生しております。そうした中、県としてはこのような取り組み事例を県内全体で共有し、県内の市町村に向けた普及啓発を図っていくことが有効ではないかと考えますが、知事の所見をお伺いします。出会いの機会の場を提供するイベントの開催にあたって、その場所として美術館や博物館等の県有施設を活用することも有効ではないかと考えます。県有施設の有効活用といった副次的な効果も期待されることから、県内の市町村が実施する結婚支援事業については無償で使用できるようにするなど、県立の美術館、博物館等の施設を利用しやすくするような取り組みを検討すべきではないかと考えますが、知事の所見をお伺いいたします。次に、県を地域の医療的提供体制についてお伺いします。最初に県央基幹病院についてお聞きします。県央医療圏の医療再編で整備された済生会新潟県基幹病院、新潟県央基幹病院は県央圏域の救急医療や専門医療を担う新たな中核病院として本年3月に開院したところであります。構想から20年が経過しましたが、県域外への搬送1割以下を目指す断らない救急をキャッチフレーズに掲げ、これまでの悲願であった県域内で完結する体制ができることに多くの期待が寄せられております。そのような中、会員から早4ヶ月が経過いたしましたが、県域の医療救急医療体制提供体制においてどのような効果が出ていると認識しておられるのか、知事の所見をお伺いします。令和5年12月定例会の代表質問で、県央基幹病院の会員に必要な医療スタッフの確保状況に関する質問に対し、必要な医療スタッフは確保できたとの答弁がありましたが、その一方で会員に向けて新規採用した看護師に加えて4月にも多くの看護師を採用しているとの話もお聞きしております。そうした職員が力を発揮するには時間がかかるものと思われますが、病院運営に支障を期待していないのか、現状についてお伺いします。2015年に実施された魚沼医療再編により整備された魚沼基幹病院は、魚沼県域の中核病院として高度先進医療や救急医療、災害時医療を担っております。しかしながら、その魚沼基幹病院は454床の病院として整備されたものの、看護師等の不足によりフル稼働できない状況となった経緯があります。そうした経緯を踏まえ、県央基幹病院が持続的に県央医療圏の中核病院として機能を発揮していくためにも、必要な人員を計画的に確保育成していく必要があると考えますが、知事の所見をお伺いします。本年2月に県央基幹病院の隣接地にショッピングセンターイオンが2025年夏以降に開業予定であるとの報道がありました。報道によれば、三条市上栖頃地区では2021年の三条市立大学の開校、2024年3月の県央基幹病院の開院など、ここ数年で大きく街並みが変わり、今後交流人口の増加が予想されることから、イオンの運営会社であるイオンリテールでは、学生や病院の利用者が気軽に立ち寄れるような新たな形のショッピングセンターを計画されたとのことです。このような形で地域ににぎわいが生まれることは、地域経済の活性化にも寄与し、非常に喜ばしいことでありますが、その一方で、このことに伴い病院アクセス道路の渋滞や混雑が懸念されると考えますが、救急医療などへの影響に関する県の認識と対応について所見をお伺いします。次に、県立吉田病院施設整備についてお聞きします。県立吉田病院は昭和49年に建築されて以来40年以上が経過し、施設の老朽化が著しいことから、地元子孫からの要望や
県央基幹病院開院後の役割・機能を考慮しながら、改築に向けた検討を重ね、令和5年3月に整備基本計画が策定されたところであります。県央県域の医療再編に伴い、県立吉田病院は県央基幹病院の後方支援機能を担う急性期から回復期機能を中心とした地域密着型病院としての役割を担うこととされており、地域における望ましい医療提供体制の構築に向け、一日でも早い整備が求められています。そのような中、県では県立吉田病院施設整備にあたり、現在指定管理者や地元自治体など関係機関関係者との間で施設整備に伴うさまざまな課題の解決に向けた協議を進めていると認識しております。当該協議はこれまで順調に進捗しているのか、所見をお伺いします。次に佐渡の金山の世界文化遺産登録にかかる対応についてお伺いします。先月6月22日土曜日午後1時から時メッセマリンホールにおいて、佐渡金銀山世界遺産登録推進県民会議の令和6年度総会が開催されたところであり、私も出席させていただきました。総会では佐渡の金山の世界遺産登録の実現に関する決議案が提出され、満場一致で議決されております。また今年5月21日に田上町において開催された花角知事と県央ご市町村長とのブロック別懇談会においても、佐渡の金山の世界遺産登録を契機に佐渡にお越しいただいた方々に対するさまざまな取り組みや対応についての意見交換がなされていたところですが、佐渡の金山の世界文化遺産登録にかかる対応について、私からも何点かお聞きしたいと思います。先般世界文化遺産登録を目指す佐渡の金山について、ユネスコの諮問機関であるイコモスが4段階評価で上から2番目の情報照会とする勧告をまとめたとの報道がありました。花角知事は記者会見で、登録の実現に向けて国や佐渡市と連携しながら世界遺産委員会での理解が得られるように取り組んでいきたいと述べられましたが、佐渡の金銀山の世界文化遺産登録は県民の悲願であり、県においても登録実現に向けたラストスパートとして精力的に取り組んでいただいておるものと認識しております。世界文化遺産に登録された場合、外国人も含めた本県への観光客の大幅な増加が期待できます。本県の豊かな自然を生かした観光誘客につなげるためにも、佐渡弥彦米山国定公園について、登山道やトイレなどの利用者の快適な利用に資する施設を充実させ、利用者の満足度を高めるべきと考えますが、知事の所見をお伺いします。佐渡を目的に多くの観光客が本県を訪れることは、県内の佐渡以外の地域における豊かな自然や食、文化財、産業、農産物等を PR する絶好の機会であると考えます。佐渡への観光客に対し、新潟県の魅力をより多く知っていただくためにも、より効果的な PR 手法を検討していくべきと考えますが、どのように取り組んでいかれるお考えなのか、知事の所見をお伺いします。今後佐渡の金山が世界文化遺産に登録された場合、佐渡市によると、佐渡を訪れる観光客数は例年の 1.2倍、年間約50万人、そのうち宿泊者は8割となり、8月のピーク時における宿泊者数は1日約2500人となる見込みとのことです。現在佐渡市では観光客数増加を踏まえた交通や宿泊への対応などさまざまな準備が進められているところですが、その一方で特に国内ではマイカーで佐渡に行ってみたいというニーズも多いと思いますが、運賃が高額のため諦める方も多いのではないかと危惧しているところであります。カーフェリーを利用してマイカーで来ていただくことで、現在島内で不足していると言われている交通機関や
レンタカーの機能を補うこともできるといったメリットも考えられます。そこで世界文化遺産登録を契機に、国道350号となっている本航路の運賃が少しでも安くなるように、国へ支援を求めていくことも一手と考えますが、知事の所見をお伺いします。次に産業農業の振興についてお伺いします。最初に工業用地の確保についてお聞きします。経済産業省の調査によると、半導体工場や物流施設などの産業用地のニーズが高まる中、46都道府県全220政令都市を持ち、そうした用地を確保できている自治体はわずか 9%、一方、どちらかというと確保できていないが 61%、全くできていないが 30% であったとのことです。調査は昨年夏ごろ実施され、立地を検討する企業からの問い合わせが増加しているとの回答が 62% に達し、物流効率化を目指す企業の用地需要は高まっているようです。また、公用用地の実績が一定数ある全国429市区町村への調査でも、確保しているのは 12% しかないといった状況であり、対応の遅れは鮮明である状況です。こうした中、2023年に地域未来投資促進法に関する見直しが行われ、企業の立地計画がない段階でも、早い段階から企業と自治体が向き合い、産業用地の整備に働くことを後押しする形となっております。県内の産業が盛んな自治体では、企業誘致に向けて大規模な工業用地の確保のため、農地転用が必要なところもあるようです。あります。地場産業の推進のためにも、自治体による工業用地整備事業の実施に向けて、地域未来投資促進法により、農地と工業地のバランスに考慮しながら、地域の実情に勘案し、県としてスピード感を持って対応すべきと思いますが、知事の所見をお伺いします。物価、エネルギー、価格高騰等により、県内の中小企業は厳しい経営状況にあります。県でもこれまで物価高騰の影響による資金繰りや事業再構築等のための前向きな投資、エネルギー、省エネルギー設備の導入などに対する支援など、さまざまな支援対策を講じてこられたことには、認識しておりますが、依然として厳しい状況が続いております。物価・エネルギー価格高騰に関するこれまでの県の施策の成果について伺うとともに、今後の対応の方向性について、知事の所見をお伺いします。県では、令和元年7月に、新潟県園芸振興基本戦略に、策定し、令和4年には、策定から前半3カ年が経過したことから、中間評価を踏まえ、園芸戦略の見直しを行い、同年8月に改定したところですが、本戦略では、儲かる農業の実現に向けて、園芸導入により、稲作経営体の経営の幅を広げるとともに、機械化等により、生産効率の高い産地を育成し、園芸生産の拡大を図ることとし、販売額1億円以上生産産地数の倍増や、園芸の栽培面積1000ヘクタール増を目標に各取り組みを進められておりますが、これまでの成果及び今後の課題と対応の方向性について、知事のご所見をお伺いいたします。日本人の米離れによって、米の価格が低迷し、エネルギー価格や肥料価格の高騰などにより、生産コストが増加するなど、農業経営が厳しい環境にある中で、稲作は儲かるといった実感をなかなか得られないとの声をお聞きしますが、近年、稲作農家の担い手が減少している要因の一つではないかと考えます。本県の農業は現在も稲作が主体となっておりますが、稲作のビジネスとしての可能性についてどのように捉えられ、
今後儲かるの稲作の実現に向けてどのように対応していかれるお考えなのか、知事の所見をお伺いいたします。次に県政の諸課題についてお伺いします。最初に防災についてお聞きします。近い将来に起きるとされる南海トラフ地震で大きな被害が予測される中、全国各地の自治体では能登半島地震を踏まえ従来の防災体制を見直し強化する動きが広がっております。地震等による大規模災害が発生した場合、その対応の司令塔となるべき県の防災局が被災によって機能を失うことがないよう、危機管理センターには安全性の確保が必要となりますが、現在の本県の危機管理センターは地震等の大規模災害時に機能を喪失しないための安全対策等が適切に取られているのか、所見をお伺いします。新潟県地域防災計画は災害対策基本法第40条に基づき、知事を会長とする新潟県防災会議が防災会議において作成する計画でありますが、災害の種類ごとに災害予防や災害時に取るべき対応策等が取りまとめられており、災害が県民の生命財産を守るための拠り所となっております。本計画が実際の災害発生時にスムーズに機能するためには、さまざまな状況を想定し、国や各自治体等の関係機関と密に調整した上で策定されていることや、必要に応じ関係機関への出動要請などの実務的な防災訓練等を行うことが重要と考えますが、現在の対応状況と今後の対応方針について所見をお伺いします。次に県民の健康管理についてお聞きします。県内では高齢者の人口は年々増加傾向にあり、昨年9月時点で推計される県人口に占める老年人口の割合は 33.6% で、前年に比べて 0.3 ポイント上昇しております。人生100年時代とも言われる中で、健康で長生きの実現に向けて高齢者や成人の方々に対して人間ドックや市町村が実施する特定健診、がん健診等を受診していただくように、もう一歩踏み込んだ啓発を行い、本県の健診受診率を上げていくことが重要であると考えます。受診することで疾病の早期発見や早期治療につながり、県民の健康の維持増進が図られ、健康で長生きの実現につながるものと考えます。ひいては医療費の削減という点でも期待されるのではないかと考えますが、知事の所見をお伺いします。次に介護関係についてお聞きします。高齢者が増加傾向にある中、今後ますます介護施設のニーズが高まると予想されます。介護現場の現状としては、介護人材の不足といった深刻な問題を抱えるなど、施設運営は未だ厳しい状況であります。本年1月の民間調査会社の調査結果によると、介護事業者は人手不足や競合物価高などが重なり、淘汰の嵐にさらされており、2023年の老人福祉介護事業の倒産は122件と過去2番目を記録し、このうち訪問介護事業者の倒産が過去最多を大幅に上回る67件に達したとのことであります。このような状況を回避するためには、健全な施設運営に資する介護報酬のさらなる引き上げが必須であると考えますが、知事の所見を伺います。最後にいじめ問題についてお聞きします。本県では学校、家庭、地域が連携して児童生徒を見守るとともに、児童生徒の社会性を育成し、いじめをはじめとする諸問題の未然防止に取り組むいじめ見逃しゼロ県民運動を展開されています。いじめ見逃しゼロ協調月間の6月には、県内の小中高校を中心として1000カ所以上でいじめ見逃しゼロ県民運動の
啓発のための PR ポスターを掲出するほか、いじめ見逃しゼロの機運を社会全体で高めていくため、県民サポーターを募集するなど、さまざまな取り組みが進められております。これらの取り組みの推進のなどの効果により、重大事態の件数は低く推移しており、一定の評価に値するものと捉えております。しかし、その一方で、いじめ認知件数自体は増加している状況にありますが、このことをどのように受け止められておられるのか お伺いするとともに、いじめ認知件数の減少に向けた対応策について、所見をお伺いし、私の一般質問を終わります。ご清聴ありがとうございました。原住知事。堀議員の一般質問にお答えいたします。まずはじめに、人口戦略会議が公表したレポートの分析結果に対する受け止めについてでありますが、このレポートは、少子化が人口減少の大きな要因であり、さらに地域によっては若い女性の流出が、それに拍車をかけていることを示しており、改めて、全国に人口減少問題の深刻さの警鐘を鳴らしたものと理解をしております。県といたしましては、子育て支援や女性活躍の推進、若い世代に魅力のある職場づくりなどに取り組んできたところであり、引き続き最大限取り組んでまいります。一方で、この問題は地方自治体だけでは対処しきれない国家的な課題であることから、国には東京一極集中の是正など、地方創生の実現に向け、これまで以上に力を入れて取り組んでいただきたいと考えています。次に、本県人口の自然減への受け止めと今後の対策についてでありますが、令和5年人口動態統計の概数によれば、本県の合計特殊出生率と出生数は全国と同じく過去最少となるなど、現在の少子化は危機的な状況にあり、まさに喫緊の課題として、対策を一層強化、推進していく必要があると認識をしています。こうした中、県といたしましては、昨年度開始しました小結び定期による経済的支援、さらに今年度新たに、新潟安心小結び住宅推進事業や、東京圏から移住する子育て世帯への支援金制度を創設するなど、結婚から妊娠、出産、子育てまでの切れ目のない支援を一層強化、推進しているところです。今後、国においては、子ども・子育て支援加速化プランに基づき、児童手当や育児休業給付の拡充など、さまざまな施策を実施することとしており、県といたしましても、子育てに優しい新潟県の実現に向け、必要な対策を検討してまいります。次に、市町村の結婚支援イベントに関する取り組み事例の普及・啓発についてでありますが、県内全域で結婚支援の取り組み強化を図るため、議員ご指摘のとおり、住民に最も身近な市町村の結婚支援に関する取り組み事例の共有は重要であると考えています。現在、県では市町村との連携会議において、特色ある取り組みや広域連携などの先進事例を紹介するほか、各市町村が実施するイベントに、県内全域から広く参加いただけるように、イベント情報を県の結婚ポータルサイトで周知するなど、市町村と連携した取り組みを進めています。県といたしましては、引き続き市町村に対して、イベント情報や結婚支援の課題、成功事例についての共有、成功事例について共有をし、普及啓発を図るとともに、イベントなどへの助言、支援を行う専門職員を派遣するなど、市町村の結婚支援の取り組みが充実するように支援をしてまいります。次に、市町村の結婚支援イベントにおける県有施設の利用についてでありますが、住民に身近な市町村が結婚支援イベントを実施する場合は、魅力的な企画となるよう、さまざまな検討がなされているものと認識をしています。
そうした中、美術館や博物館を利用したイベントは、同じ趣味や興味を持つ方同士の出会いにつながる取り組みであり、すでに県内でも行われているところです。このような多様な出会いの場を創出するため、市町村が結婚支援イベントの場として、県有施設を利用しやすくするには、どのような取り組みができるのか、費用負担のあり方も含めて、市町村の要望をお聞きしながら、指定管理者などの関係者の意見も踏まえ、検討してまいります。次に、県央地域の医療提供体制についてお答えをいたします。まず、県央基幹病院開院後の救急医療の効果についてでありますが、これまで県央圏域においては、県域外への救急搬送が多く、搬送時間も長時間化しておりましたが、開院後の県域外搬送率は、令和6年5月時点では 15.7% と、昨年の 22% から約6ポイント改善しているほか、搬送時間についても、地元の各消防機関によると、開院前と比べ、平均で4分程度短縮しているとのことであります。加えて、医療機関への収容まで長時間を要する救急搬送困難事例も、開院後は約半数まで減少しているなど、断らない救急の実現に向けた取り組みが着実に進んでいるものと認識しています。次に、県央基幹病院スタッフの計画的な確保についてでありますが、県央基幹病院では開院に必要な人員は確保できているものの、議員ご指摘のとおり、地域の中核病院としての機能を持続的に発揮するためには、必要な人員を計画的に確保、育成していくことが重要であると考えています。そのため、県央基幹病院においては、病気や結婚、家庭の事情などによる退職や育児休業の取得なども見越した採用計画を立てながら、看護師を確保、育成することとしています。次に、佐渡の金山の世界文化遺産登録に関わる対応についてお答えをいたします。まず、佐渡弥彦米山国定公園における利用施設の充実等についてでありますが、議員ご指摘のとおり、佐渡の金山の世界文化遺産登録を契機として、本県の豊かな自然環境の魅力を生かし、観光誘客につなげていくことは重要であると考えています。県といたしましては、市町村や関係団体からの要望も踏まえながら、佐渡弥彦米山国定公園などの自然公園が快適安全に利用できるよう計画的に施設の整備を進めてまいります。次に、佐渡への観光客に対する効果的な PR についてでありますが、議員ご指摘のとおり、佐渡の金山の世界遺産登録は国内外から多くの観光客を呼び込み、本県の豊富な地域資源をアピールする絶好の機会と捉えています。このため、この機会を利用して、通年での佐渡の魅力発信や、佐渡を含む県内各地の魅力をつなぎ合わせた PR を行うことが重要と考えています。県では長期滞在が可能な国内シニア層や、インバウンドをターゲットに、各地の歴史、文化、食などを楽しむ、佐渡を含めた周遊ルートの発信等に取り組んでいるところであります。今後も佐渡への国内外の注目を全県への誘客にもつなげられるように、佐渡市とも連携をし、ターゲットに応じた戦略的なプロモーションを展開してまいります。次に、佐渡航路の運賃についてでありますが、佐渡汽船では世界文化遺産登録後のマイカー利用客の増加を見据え、高層運賃の特別割引などを実施するとともに、本年10月に予定している燃料サーチャージの年次改定において、6メートル未満の自動車高層料金の引き下げを図ることとしています。また、県では事業者が行う航路利用促進に向けた取り組みへの支援を行うとともに、航路の安定的な維持に向けた財政支援を国に要望したところであり、今後もさまざまな機会を捉え、国に働きかけてまいります。次に、産業農業の振興についてお答えをいたします。まず、市町村による工業用地整備に向けた県の対応についてでありますが、議員ご指摘の地域未来投資促進法の活用は、市町村が既存農地の転用を含めた土地利用調整を迅速に進めていく上で、有効な手段の一つであると考えています。現在、同法活用の前提となる土地利用調整計画の策定に向けて、連絡調整会議を設置し、具体的な検討を進めている市町村もあるところです。県といたしましては、市町村から協議があった際には、地域における農地と工業用地のバランスに配慮しながら、円滑に工業用地が確保できるよう、スピード感を持って対応してまいります。
次に物価エネルギー価格高騰に関する中小企業支援政策の成果等についてでありますが、県ではこれまで国の経済対策と補調を合わせ価格高騰の影響緩和に向けてさまざまな支援を行ってきたところ、中小企業の資金繰りの負担軽減や適切な価格転嫁に一定程度寄与してきたものと考えています。一方で原材料やエネルギー価格は円安の影響もあり依然として高い水準で推移しており、先行きを見通すことが困難な状況にあると受け止めています。このため県といたしましては引き続き中小企業の資金繰りや省エネ設備の導入などを支援するとともに、関係機関との連携により適切な価格転嫁の促進に取り組むなど、今後も状況を注視しながら必要な支援に努めてまいります。次に、園芸振興基本戦略のこれまでの成果と今後の対応の方向性についてでありますが、基本戦略の策定以降、共同化や団地化等による園芸に取り組みやすい環境の整備や園芸参入塾の開催などによる新規取り組み者へのサポートなど、関係機関団体が一体となった農業者や産地への支援により、販売額1億円以上の産地数や新たに園芸に取り組む農業者数は年々増加しております。一方で、担い手の高齢化による産地規模の縮小や農地集積の進展に伴う経営体の労働力不足などにより栽培面積の伸び悩みが見られることから、今後の方向性については関係機関団体からご意見をいただきながら、これまでの成果や課題を検証評価した上で、本県の米の強みを生かしつつ園芸生産を一層拡大する観点から検討を進めてまいります。次に、儲かる稲作の実現に向けた対応についてでありますが、国民の食料安全保障への関心が高まる中、日本の食料供給基地である本県は広大な水田等の資源とブランド力を持つ新潟米の産地であるとともに、産学官による新潟フードテック研究会により米の新たな需要の創出に向けた加工技術の開発に取り組んでおり、本県の稲作ビジネスは大きな可能性を秘めていると認識しています。県といたしましては、和食ブームなどで日本産米の米が日本産米の需要が増加しているアメリカやヨーロッパ、中東地域への高品質良食味な新潟米の販路拡大や多種性品種やスマート農業技術等の効果的な導入による省力低コスト化を推進するとともに、米を主原料とした乳化剤やミルクチーズといった畜産物の代替素材の開発など新市場の創出につながる研究を進め、本県稲作を儲かるビジネスへ発展させてまいります。次に、県政の諸課題についてお答えをいたします。まず、高齢者等に向けた検診受診のさらなる啓発についてでありますが、検診は生活習慣病をはじめさまざまな疾病の予防や早期発見早期治療を目的に実施され、医療費の適正化にも寄与するものと考えています。このため、県では健康立県ヘルスプロモーションプロジェクトにおいて早期発見早期受診を重点項目の一つに掲げております。検診の受診率向上に向けては、健康経営に取り組む企業を後押しする新潟健康経営推進企業への登録を通じた受診促進や、テレビコマーシャルをはじめ各保険者と連携した受診勧奨などの取り組みを行っているところであります。本県の特定健診の受診率は令和4年度では全国5位と比較的高い一方で、後期高齢者の受診率が低い状況にあること、また生活習慣病は、脳血管疾患や心疾患に伴う介護リスクを高める可能性があることから、今後は高齢者や成人にさらなる受診勧奨や意識啓発の強化を図ってまいります。次に、介護報酬のさらなる引き上げについてでありますが、国の介護報酬改定にあたっては事業所の経営状況も反映することとされており、令和6年度は全体で 1.59% の引き上げに加え、利用者から徴収する居住費の引き上げにより、介護施設の増収効果が見込まれているところです。一方、議員ご指摘のとおり、今後、介護施設のニーズが高まると見込まれるにもかかわらず、物価高騰等の影響から運営が厳しい状況の施設もあると聞いております。検討いたしましては、介護報酬改定の効果について、関係団体からの聞き取りなどにより把握した上で、
必要に応じ、介護報酬のさらなる引き上げや、適切な財政措置を迅速に実施するよう、国に働きかけてまいります。原防災局長。2点についてお答えいたします。大規模災害時における危機管理センターの安全対策等についてでありますが、建物については耐震壁の設置により震度7の地震にも耐えうる構造となっております。また執務室は机やキャビネット等の転倒を防止する免震床としており、これらにより地震発生後速やかに業務が開始できるようになっております。ライフラインについては供給停止後も3日間は機能を維持することが可能となっており、電力確保のための非常用発電機のほか、専用の上下水道設備を設置しております。通信設備については、本庁舎とは別の電話交換機を整備し、バックアップするとともに、有線回線が使えない場合の地上系および衛星系の無線回線を有しております。こうした点を踏まえれば、危機管理センターは災害に対する安全対策が総合に講じられているものと認識しております。次に新潟県地域防災計画についてでありますが、県の地域防災計画は災害対策基本上、国の防災基本計画に基づいて県防災会議が策定することになっております。本県においては過去に発生した大規模な災害等の経験をもとに、気候や地形などの自然条件、人口や高齢化などの社会条件等を踏まえたさまざまな状況を想定して策定しております。計画の策定や見直しにあたっては、国や市町村のほか民間事業者や大学、 NPO 団体等の幅広い関係機関で構成する県防災会議に諮り、計画内容を決定しております。なお議員ご指摘のとおり、計画の実効性を担保するためには平時から実務的な防災訓練を行うことが重要と考えており、県災害対策公務訓練での関係機関への出動要請の実施や、県総合防災訓練における自衛隊等と連携した実動訓練などにより、関係機関との連携強化を図っております。また、今回の能登半島地震を踏まえ、地震・津波からの避難、孤立地域、避難所運営等の課題について、有識者による検討会の結果を県地域防災計画に反映してまいります。中村福祉保健部長。3点についてお答えします。まず新潟出会いサポートセンターの成果と今後の取り組みについてでありますが、新潟出会いサポートセンターが運営する1対1の個別マッチングシステムハートマッチ新潟は、これまでに5500件を超えるマッチングを行い、200件を超える成婚報告があり、成婚者の方からハートマッチ新潟に登録していなければ出会えなかったとの声をいただくなど、着実に成果を上げてきたものと認識しております。今後より一層成婚数を増やしていくために、ハートマッチ新潟の登録者同士のコミュニケーションを促すための機能拡充や民間ノウハウを活用したセミナーの開催などに取り組むこととしております。こうした取り組みにより結婚を希望する方への支援をさらに強化してまいります。次に県央機関病院のスタッフ確保についてでありますが、県央機関病院においては新卒採用看護師の習熟期間なども見越した上で、会員に必要な医療スタッフを採用配置しております。
病院では現在新卒採用看護師の夜勤開始に向けて必要な訓練を行っているところではありますが、スタッフ確保の観点で運営に支障をきたしている状況にはないと承知しております。次に大型商業施設の開業による救急医療等への影響についてでありますが、議員ご指摘のとおり大型商業施設の開業に伴い検温機関病院周辺の交通量が増えることにより救急搬送への影響が懸念されることから、地元市においてはすでに渋滞時の救急車走行を想定した幅員で病院周辺の市道を整備しているほか、病院付近の新たな道路整備計画も進めております。県としましては運営法人や地元市などとも連携協力しながら、施設開業後の病院周辺の状況変化などの把握に努め、救急医療等への影響が出ないよう必要な対応をしてまいります。金井病院局長。お答えいたします。県立吉田病院の施設整備にかかる協議の進捗状況についてでありますが、新しい県立吉田病院の整備にあたっては指定管理者が整備する開業医療院の開設時期のほか、整備に関する法令上の制約などさまざまな課題への対応について指定管理者や燕市を含めた関係者と定期的に協議を重ね、先般病院機能や規模等に関する関係者間の合意がなされたところです。病院局では現在入札広告に向けた準備に取り組んでおり、引き続き指定管理者等と緊密に連携し新病院の整備を着実に進めてまいります。佐野教育長。お答えいたします。いじめ認知件数の減少に向けた対応策についてでありますが、令和5年度県立学校のいじめ認知件数は前年度の1243件から577件増加をし1820件となりました。いじめ認知件数の増加については、いじめ見逃しゼロ県民運動をはじめとするさまざまな取り組みにより、いじめを見逃さない許さない意識の共有が進み、学校がそれまで見逃してきたいじめを早期に発見し積極的に認知するようになった結果であると肯定的に受け止めております。一方、いじめの発生そのものを抑えることも重要であることから、児童生徒がいじめに向かわない環境を作るため SNS 教育プログラムをはじめとした未然防止教育の充実に努めてまいります。堀克重君の質問は終わりました。